大谷翔平、松井秀喜氏以来日本人二人目最速のメジャー150本塁打、23号打点トップタイでリーグ2冠。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。米大リーグ、ロイヤルズ 10X-9 エンゼルス、17日、カンザスシティー、カウフマンスタジアム。エンゼルスの大谷翔平投手。 28日、他17日、日本時間18日、敵地でのロイヤルズ戦に、2番 DH で先発出場し、23号ソロを放ってメジャー150本塁打を達成した。松井秀喜氏以来日本人2人目、最速での到達。打点も56でトップに並び、4本差で独走する本塁打とのリーグ2冠となった。凄まじい打球音が響き渡り、発球は高く上がってぐんぐん伸びた。 大谷は最近おなじみの革新歩き。途中で大野のをやめた中堅守の頭上を行った打球は、133メートル先にアーチをかけた。3打数なし安打で迎えた7回の第4打席。相手ミニウでクラークの初球、外寄りのチェンジアップを振り抜いた。両リーグ単独トップに躍り出る23号ソロは、メジャー150号のメモリアル弾。連続試合安打も、メシタメジャー最長の14とした。 キングダムでリードは6点に広がり、勝利は確実かと思われた。しかし、リリーフ陣が炎上。8回に同点に追いつかれ、9回にトラウトのタイムリーで1点を勝ち越したが、その裏逆転され、さよなら負けを喫した。痛い,い敗戦のロッカーで、大谷は短くコメントした。節目の数字を打ててよかったです。明日、151号を目指して頑張ります。その姿を見守りながら、 死を開いたのは兄貴分のトラウト。23号はアンビリーバブル。打席に立つたびに本塁打のチャンスが生まれると、6月16試合8本塁打、驚異の打率4割1部の弟分に目を丸くした。メジャー652試合目で、松井秀樹に続く日本人2人目の150号。松井の988試合目を大きく更新、トラウトの701試合目も抜いて、エブンでも最速だが、 その速さはレジェンド級だ。通算76盗塁の大谷は、75盗塁しているメジャーリーガーの150本到達速度で、ウィリー・メイズ、ホセ・カンセコ、アレックス・ロドリゲスに次ぐ4番目となった。この日は4打数1安打2打点で、打点は56としてメジャートップ対、本塁打と2冠となった。投手として左率は1割7分8厘でリーグトップの低さを誇り、米メディアは、本物のユニコーン。 たとえ大谷翔平でも正気じゃないと困惑するほど、SHO、タイムが止まらない。150号最速は495試合。大谷はメジャー652試合目、投手のみの15試合含む、で150号。最速は R、ハワードの495試合。通算714本の B、ルースは648試合、762本の記録保持者 B、ボンズは890試合。 昨季62本塁打の A、ジャッジは552試合で到達。1 5 5号 &75 投塁。W、メイズは598試合。J、カンセコが630試合。アレックス・ロドリゲスが646試合で到達しており、大谷の652試合は4番目。放置新聞社。MLB、大谷翔平は、2番 DH、ホームルーム打点の2冠。 通算224勝右腕から24号なるか、スタメン発表。敵地ロイヤルズ戦に2番指名打者で出場。ロイヤルズ、エンゼルス、日本時間19日カンザスシティ。エンゼルスの大谷翔平投手は18日、日本時間19日、試合開始3時10分。敵地ロイヤルズ戦に2番指名打者で先発出場する。2試合連続24号に期待がかかる。前日十七日。 同18日の同カードでは、2番指名打者で先発出場し、7回の第4打席で2戦ぶり23号の中越え、ソロを放つなど、4打数1安打1本塁打1死球2打点だった。日本選手では松井秀樹、175本に次いで2人目となるメジャー通算150号に到達し、本塁打と打点で両リーグトップに立った。チームは9回にサヨナラ負けを喫し、連勝が2位でストップした。 ロイヤルズはメジャー通算224勝を誇るウアンザック・グリンキー投手が先発登板する。今季はここまで14試合に登板し1勝6敗、防御率4.65となっている。フル、カウント編集部。